今の奥さんとまた山形で。じゃあ3人目だ。やる。で、なんか娘がいるんだって。妹か。欲しいって言ってたじゃん。子供の頃だよ。今更そんなこと言われてもさ。高田さんですか？あなたがお父さんのことお世話してくれたんだよね。お父さん、きっと喜んでると思う。この町好き？元気でね。お姉さんたちも。すずちゃん、鎌倉に来ない？行きます。いらっしゃい。部屋2階だから荷物あげちゃいなさい。よく考えてね、あの子は妹は妹だけど、あんたたちの家庭を壊した人の娘さんなんだからね。いろんなことがあって子供時代を奪われちゃったのよ。お母さんのバカ！ごめんなさい、うちのお母さんのこと。3人とはうまくやってる？はい。仲良くね。